また小島さんのクローズラインに沈んじまった、まだまだ弱いな、強くなんないかな。それとよ、昨日俺はゲームに行ったよ。お前がヘレー道場にいるメリットは何だって。でもそれはな、ゲームだけじゃない、他のヘレー道場のメンバーにも言ってるんだ。クラーク、アレックス、どうなんだ。なんならアレックス、お前日本のニュージャパンカップにエントリーしてたわ。でもこんな状況で日本に来れなくなって、実際今開かれてるアメリカのニュージャパンカップどうなんだ。お前は出れてないだろう。なんでかわかるか。お前は LA 道場生だからだよ。いいか、いい加減目を覚ませ。言ってやるよ、お前らはな、洗脳されてんだよ。これがな、洗脳を解くチャンスだぞ。いいか、よく聞いとけ。人生は日々の選択だ。今お前が何を選択するか、それがお前の人生だ。昨日俺は大事にやられちまったから言えなかったことが一つある。俺の目の前でザックと大地はアイドル2択のベルトを見せびらかして引き上がった。俺と真壁、真壁違う、俺はちょっと今ダメかもしんねえ、どんどんかもしんねえ。でも仮にも第69代アイドル2タッグチャンピオンなんだ。ダメじゃないか。お前のベルト、すげえ、すげえ輝いて見えた。やっぱり欲しいよ。俺と真壁、夢の続き、俺は忘れてないから。アメリカはどうにかしても欲しい。どうでもいい。絶対俺はチャンスを掴んでみてくれ。エル・デスペラード、ちょっと名前が長いから略してデスペラ。よく聞け、昨日の貴殿のコメント、スマホサイトで読ませてもらったよ。フィニッシュ限定マッチというアイデア、聞かせてもらった。なんだ、ラリアットを使っていいという、あまりにもすごいアイデアを今聞いて感動している。さっき見て、俺がこのラリアットを使ってここ5年、いやここ10年、ここ20年、ここ25年、ずっとラリアットでしか勝ってないのを知らないのか。お前は、いやお前じゃない、貴殿だな。随分と潜りだな。プロレス界のこと何にも知らないのか。昨日も俺のこと知らないって言ってたもんな。そりゃ何にもプロレスのこと知らないと思うよ。だけどその君のアイデアはとてもいいと思う。フィニッシュ限定、しかもラリアット、だったら君のフィニッシュは何だっていいぞ。俺がラリアットを使えるんだったら、君は何を使っても構わない。ただ一発で終わらせてやれるからな。それだけ楽しみにしとけ。いろんなアイデア俺も頭に入れとくよ。だけどお前のそのアイデアが一番面白いと思うな。そういうことだ。小島聡したい、エル・デスペラード。実に興味深い。いや特に感想をつけても今日は、粒の体が良かった。寺門の体が大きくなってすごい迫力が出てきたな。ちょっとみんなにすごい成長した。あれはヘビー級で十分やっていけるものを持ってますね。それがやっぱり若い選手どんどん成長してなかった。その中で今一番伸びてるのは寺門かなと思いました。以上です。